マルセロ・アンドレス・リオスマ・ヨルガは、チリ・サンティアゴでチレ出身の男子プロテニス選手。左利き。ATP ツアーで、シングルス18勝、ダブルス1勝を挙げた。1998年全豪オープン男子シングルス、準優勝者。1998年グランドスラムカップ優勝者。マスターズシリーズ優勝5回。1998年に、 世界ランキング1位。初のマスターズクレーコート3大会優勝者。オープン化以降唯一のグランドスラム、優勝経験なしの世界ランキング1位在社者。11歳からテニスを始める。1993年、全米オープンジュニアシングルスで優勝し1994年にプロ転校。1994年全仏オープンで4、大大会に初出場した。 1998年前後をオープンで初の4大大会決勝に進出したが、ペトル・コルダに2から6、2から6、2から6のストレートで完敗し、チリ人男子テニス選手としての4、大大会シングルス優勝を逃した。同年の3月末にマイアミマスターズ決勝戦で、アンドレアガシを破って優勝、南米の男子テニス選手として初の世界ランキング1位になる。この快挙により、 リオスはピート3プラスの世界1位連続保持記録を102周で止めた。しかし彼はその1を6周しか保持できなかった。ATP の歴代シングルス1位、選手26人の中で一度も4大大会で優勝できなかったのはリオス1人だけである。2000年シドニー五輪に出場したが、シングルスとニコラス・マスーと組んだダブルスの双方とも1回戦で、 敗退している。2002年前後オープンでは、ノーシードからベスト8に進出した。その後は4大大会で目立った活躍がなく、2004年7月に現役引退を表明した。リオスは長髪を束ねた風母が印象的で、試合中に起こりやすいタイプの選手であった。しかし、南米の男子テニス界を盛り上げた、存在感は大きく、ブラジルのグスタボ・クエルテンと並んで、 南米の二巨頭と呼ばれた。リオスは30歳を迎えた2006年から ATP チャンピオンズツアーに参戦。ジョン・マッケンローら往年の名選手たちと世界各地で試合を行っている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。モンテカルロローマハンブルク。ありがとうございます。